そして今日の日本、遠藤に代わって西影がキーパーになっています。遠藤さんが試合に出られないなんて。ああ、だがキーパーとしての力では西影も負けてはいない。おーおーレクイエンダーストーン。お前のシュートごとき抜かせはしない。王家の盾。またもや決まってしまった。日本は痛恨の追加点のゴールを奪われた。俺の出る幕はなさそうだな。まさかさ、俺はくそー。皇帝じゃなくてもいい。ただ僕はサッカーをやりたい。FFI アジア予選、日本対ウズベキスタン、前半0対2で折り返します。日本にとっては苦しい試合展開、これを覆すことができるのか。間もなく後半開始です。監督、俺を試合に出してくれよ。俺のファイアーレモネードならあいつらをぶちのめせるぜ。あなたは日本の秘密兵器、まだ出すのは早いと思うんです。何言ってんだ。どんなにすごい兵器でも使わなきゃ宝の持ち腐れだろうがよ。やめとけよ強人、監督にはなんか考えがあるんだろう。けどよ。僕も同感です。お強人先輩が出るのはまだ早い。あの程度の雑魚に先輩のファイアレモネードを使う必要はありませんよ。あ、おお野坂。ち、面倒な奴が帰ってきやがったぜ。野坂さん、お帰りなさい。やあ西影、で体はもういいのか。野坂、心配をかけたみたいだね。試合前の最後の検査がギリギリになってしまって。ってことは試合に出られるのか。あ、間に合ったようですね野坂君。これをキャプテンとして遠藤君のピンチヒッター頼みますよ。はい、精一杯やってみます。ありがとう。すいません野坂さん、2点も許してしまいました。ああ、それくらいどうってことないよ。檜山達也に代わって今大会初出場の野坂優真が入っています。病気療養と聞いていましたが、ついに復帰できるようです。後半、日本は2点のビハインドを跳ね返すことができるのか。野坂さんとフィールドに立った以上、ゴールは決めさせない。野坂さん、俺の力を見てください。行くよ。マサク君、ナト君、左右に分かれるポジショニング。ああ、分かった。ガッチンでこしゅん。左右を分厚くしたのか。では正面突破と行かせてもらおう。俺が喰らえ。野獣の扱いには慣れてるよ。野坂。さあ、反撃するよ。中盤、不動産、ヒューラ君、アスト君、イチオチ君は防水陣形を取って中央突破を図る。王者のタクト。何？司令塔のいるチームはこれほど変わるのか。任せたよ。ハイザキ君。
ペンギンザゴッドアンドテビル。忘却のそなた。1オクターブ高い。ゴール！後半から入った野坂のアシストから灰崎ひろとにつなぐ日本らしい形の連携だ。得点は2対1。分からなくなってきた。ミスりやがった。野坂優真、彼が入ってから格段にチームの動きが良くなった。日本は彼を加えてずる賢い獣になったようだ。どうすればいい？当然、邪魔者は排除する。ターゲットは14番野坂優真。奴が攻撃の起点となっているようだ。排除対象だな。遠藤がいなくなったと思ったら今度はあいつか。野坂さん！何？壊した！あいつ、早い！前半の試合を移動中に中継で見ていた。君たちのやり方は把握している。やっていることが分かっていて、かかるわけがないさ。それなら俺が。まさか味方から攻撃されるとは思ってないだろう。これは美しい。野坂優真、まるで全ての選手がどう動くか分かっているかのようにかわしていく。無駄な動きが多い。何なんだあいつは。野坂やっぱすげえ。皇帝じゃなくてもいい。ただ僕はサッカーをやっていたい。確かに手術は成功しました。ですが君のような無理なリハビリを続けては体が壊れてしまいます。でも僕には時間がないんです。気持ちはわかりますが、君は頭の手術をしたんです。そう簡単には以前のように動けるようになりませんよ。それは君自身が誰よりもわかっているはずでしょう。君は運動能力が低下していて以前のように動き回ることはできない。日本代表の選手に選ばれていると聞きましたが、今回のシーズンは諦めるべきです。僕なんかいなくてもあのチームは大丈夫だ。君もサッカーやるのか？そういう君もサッカー好きなのかい？決まってるだろ。サッカーは僕の一番大切なものなんだけど、僕には僕の病気、激しい運動をしちゃいけないんだ。多分これからもずっと。だからさ、僕は応援することにした。今さ、日本のサッカー選手が世界と戦っているんだ。すごいんだ。外国のでっかくて強い奴らと渡り合っているんだよ。そうか。辛くて苦しい時も日本の試合を見ていると元気が湧いてくるんだ。だから僕は決めた。サッカーはできなくても精一杯応援するって。それで自分の代わりに夢を叶えてもらうんだって。サッカーができなくてもサッカーを近くに感じていられるんだね。でもね、諦めたわけじゃない。勇気をもらって病気を治すんだよ。いつか病気を治してサッカーをやるんだ。ああ、そうか。僕は何を考えていたんだ。人よりも力が劣ろうと僕は走りたかったんじゃないのか。ボールを蹴りたかったんじゃないのか。戦術の皇帝じゃなくてもいい。僕はただサッカーをやっていたいんだ。どうしたの？あ、君のおかげで気づいたよ。何をくよくよしていたんだろう。今の僕はね、サッカーそんなにうまくないかもしれない。
でも僕も君と同じようにサッカーが好きだ、大好きだ。だから僕もまだサッカーを諦めたくない。うん僕は戻ってみせる、あのフィールドに。だから僕は帰ってきた、このフィールドに。月光丸ツバメ返し。この程度のメロディーか、止める。忘却のソナタ。ゴール！野坂優真、復帰早々華麗に得点を決めた。我々は他のメンバーから潰していく。しかし、ああ、狙うのは野坂優真。あいつを潰せば日本のムードは崩れる。共同戦線ってわけだ。敵同士のな。イナスマ、イレブン。仕掛けてきたか。お、なんだ。危ない。そういうことかよ。大丈夫か。ああ、致命傷は避けられた。間一髪ってところだね。ち、行くぞ。軍師は。まずいな。あんな新技を持ってやがったのか。いいじゃない西影。恐縮です野坂さん。なんで西影のやつここまで新技を使わなかったんだ。もしかして最初は野坂くんに見せたかったとか。マジでそこまでかよ。はあ、ジャパンのキーパー西影くんは2点を取られていても新技を温存してたわけか。温存？そうじゃないわ。あれは野坂優真が前線にいるからこそできる技なのよ。どういうことだい。おそらくあの技には有効範囲があった。ゴーレム、大丈夫か。しかしここまで全員連携でダーティーに来られるとはさすがにまずいな。どうやら本性をむき出しにしてきたみたいですね。そのようだな。このチームは全員が組織に染まってるってことか。ここまで汚ねえとむしろすがすがしいぜ。しかしすげえのはこれだけやってても観客にも審判にも一切気づかれてねえってことだ。まさか審判も来るか。一体何なんだ。仕方ない、では奥の手を出すとしよう。カズマルさん、お願いしていた件どうなりました。みんなには新たなタクティクスのトライアルだと説明してある。ありがとうございます。先輩のカズマルさんに変なこと頼んですいませんでした。イサ、お前が俺を先輩として見ているというのは信じがたいがな。だが俺はお前に期待している。ありがとうございます。では行きますよ。みんな、練習の成果を見せろ。
新タクティクスコード G を実行だ。えー、完成形のよく分かんなかったあれをぶっつけ本番で使うんですか。やってみよう、アスト。あれだけの練習でやれるのか。やるしかねえだろ。やりますか。一人一人がスピニングウィンドウを作り出す。いっけー、俺の竜巻。これって何が起こってるの。成功だ。はい、はじめまして、風丸さん。野坂です。野坂、お前あの野坂か。もういいのか。はい、ご心配をおかけしました。もうじき復帰できそうです。そうか、よかったな。で、お前が俺にかけてくるってことは何か魂胆があるんだよな。さすがに鋭いですね。実は頼みたいことがあるんです。頼みたいこと。特訓です。そう、僕は風丸さんにみんなにその全貌を秘密にして特訓してもらった。その正体はこれだ。グリッドオメガバージョン 2.0。 なんだ、何が起こってる。俺たちのあの特訓はグリッドオメガを生み出すためのものだったのか。なんだ、何が起こった。まさか俺たちが全滅。おっと、大阪が放った緩やかなボールはボールに向かって転がっていくぞ。まさかこれが入ってしまうのか。ゴール、日本が逆転。なんということだ。ウズベキスタンは全員がフィールドに倒れた状態。転がるボールを誰も止めることができなかった。くそー。どういうことだ野坂。グリッドオメガ、悪を成敗するためにちょっとずるい技を使わせてもらったよ。グリッドオメガで悪を成敗。ん、どういう理由があれグリッドオメガのためだと知っていたら特訓に身が入らなかっただろ。しかしそれをここで使うとはな。こういう時にこそ生きる技だと思ってね。確かに汚いぞこんな技を。僕は戦術の皇帝。僕の国を攻めてくる敵は誰であろうと叩きのめす。これは公式な世界大会だ。こんなことをしてただで済むと思うなよ。審判、見てたか、これは反則だ。前半と主審が違う。お前何をした。さっきまでの主審の人、不正なことをしてたのがバレたみたいで急遽交代になったらしい。貴様、卑怯だぞ。卑怯だって？笑わせないでもらいたいね。サメが小魚を食らうことを卑怯だと呼ぶのならそうなんだろうね。なんだと。お前たちはこいつの怖さを知らないらしいな。教えてやるよ。こいつはな、目的のためなら手段を選ばない冷酷な男だ。灰崎君、それは聞き捨てならないな。知ってるはずだよ、僕は崇高な目的のために動いている。そういえば君たちには言ってなかったね。僕はこの手で世界を変える。決め台詞一緒じゃねえか。野坂優馬、完全復活だな。おかえり野坂。わあ、帰ってきた野坂にもオリオンの罠が忍び寄る。野坂、気をつけて。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印、皇帝の逆襲。稲妻イレブン今日の格言。戦術の皇帝じゃなくてもいい。
僕はただサッカーをやっていたい。以上